はい、恋愛に役立つゆるふわな番組のグッドラハセと申します、今回は第78回です。録画したのは2018年3月27日です。僕の著者名はグッドラハセで、主に女性向けの恋愛指南書を10冊以上書いています。今日ご一緒してくださるのはアイリーナさんです。アイリーナです。いつものあれですけれども、2人の近況を述べた後、恋愛に役立つチップスについて述べて、今週のニュースに行って他のコーナーをしていきます。そして最後に説明では、近況はアイリーナさんお願いします。近況は2個あって、思い出した、あのホットポットを買う買うって言って買ってた。ホットポット人気なんですよ。あ、分かりましたか。なんか SNS があって、うん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 、でね、僕がやっている SNS に、はい、あのいつも宣伝してるね、うん、でそこに、ある女性が一人暮らしかなんかを始める、彼氏と同棲するのかな、はい、でも私は調理が苦手ですと、うんうん、って書いたら、そのさえこさんっていう、はい、あのゼミの女性が、はい、あ、忘れたいいです。ゼミの女性が、はい、ホットポットがおすすめですよって、うんうん、もう私これだけ使ってますもん。うん、書いたんですか。ちょっとプチスピですね。プチスピ、プチスピで、そうなんで、やっと買ったんですよ。はいはいはい、買った、いくらのやつ、一番高いやつ、4万いくら、そう、うん、そう、5万円近く、5万円近く、ね、4万9000円まで落ちてて。あ、そうか。そう、そしたら、でもなんかいろいろ込むと5万ちょっとだったんですけど、いろいろ込むとって送料とかと、うん、送料はなしにしたんですが、うん、それでも5年保証とか、ああ、そういうのね、そうした方がいい、それは。そう、うんうん、で、やっと買ったんですよ。はい、それで、なのにまだ箱さえ開けてないんです。で、あ、はい、なんか、なんでその日に買ったかって、その届くであろう翌日がすごく忙しくて、その日はもうご飯作れないから、はい、朝その切って、はい、入れて夜できてるを、もうそれいいよね、そう、うん、想像して、もうその日のためになんで買ったんですよ、はい、これから下がるかもと思いつつ、うんうんうん、だけどなんか箱を開けるのがまず一手間じゃないですか。一手間だね。そうだから、うん、見てあるって思ってもうやめちゃって。わかる、その開けずに買った瞬間満足する感じは。そう、そうなんですよ。あ、じゃあまだ入ってる箱に。箱に入ってます。しかも玄関開けてすぐのとこにある箱に今浮かんだ、はい、青い文字のなんか箱が。そう、あ、そう、はい、それ一個、一つ、あともう一つは、でも一つ聞きたいのは、ホットポットって、はい、夏場は野菜を入れといたら腐っちゃったりしないのかな。腐らないんです。もう帰ってきたらできてるってことは、なんなら8時間後にできてるっていうこともあるわけでしょ。そうなんです。そしたら、そしたらさ、朝入れて夏場とか腐っちゃったりしないのかな。多分その中がそういう腐らない構造になってるじゃないですか。オッケー、次行こう。でも絶対に腐らないんですよ。だって夏も使っているから。ちょっとそこ説明書読みたいけど、まあまあ。あ、じゃあ今度も。いや、いい、いい、読みたくない。読みたいけど読みたくない。はい、なんかこう入ってくる情報をなるべく減らしたいのか。あ、そうなんですか、うんうん、そのホットポットが腐るか腐らないかっていうのは本当どうでもいいってことに今気づいた。はい、で2つは、もう1つは、うん、スタバのスターバックスね、はい、はい、そのちょっといいことを言おうとかと思ったんですけど、はい、博士がスタバのカードくれたじゃないですか。それは僕ももらったですね。それなら、そう、カードを博士が誰かから、僕は誕生日かなんかでスターバックスのカードもらったんだけど、はい、僕はもうスターバックスに行かないから、そう、あげたんです。そう、はい、で、それで、はい、ちょっとしか入ってないよっておっしゃってたから、多分ね、一、うん、杯買えないと思って行ったら、うん、買え2杯、買え2杯、2杯は買えるんだったんで。それっていくら、2000円くらい、1000円くらい、じゃあ5000円くらい入ってたのかな。ものに、あ、4000円くらい使ったんですか。分かんない、何回か使って、うん、うん、そう、だからどんどん博士がプレゼントもらうといいなっていう思うのと、うん、昔はいっぱいもらったけど今はもらわなくなっちゃったな。うん、あとはなんか、そう、それで思い出したけど、はい、最近オフ会があったんですよ。はい、で、恋愛ユニバーシティとかの皆さんとか、はい、SNS の皆さんがいっぱい参加したんですよ。はい、ミコリさんとか、ミコリさんとかね。で、僕はいつも学園祭っていうオフ会とか、そういうオフ会でいろんなものもらうんですよ、ありがたいことに。でもなんか持って帰るのがすごい大変なんですよ、うんうんうん、なので、今回特別に僕は密かにリュックサックを持ってたんですよ、うんうん、そのぐらいのちっちゃくなるようなリュックサックを持ってったら一人もお土産がなくていや、それはいいんですよ、お土産いらないんで、
いらないんでいいんだけど、そのなんか恥ずかしいというか、うんうんうん、って分かりますかね。分かります。ちょっと意味一個もなかったんですか。一個もなかったから、そのままお土産を一応持って帰って持ってったんですか。そうそう、あのなんかもらいつもね、生まれた時すごいんですよ、もういっぱい持ってる、ありがたいけど。で、そのオフ会では あとチョコがバレンタインあったでしょ、ちょっと前に、うん、の時に。でも結構、はい、僕はバレンタインはそのゼミ生たちに、はい、バレンタインいりませんって宣言したんですよ、うんうんうん、でそれでも1個持ってきてくれた人がいたんですけど、うんうんうん、でもそのオフ会では持ってくるなとも言ってないわけですよ、うん、でも1個もなかったんです。だから、まあ、そのリュックサックは開けずに持って帰りました。ちょっとわびさびですね。わびさびですよね。なんか、うん、なんだろうな。はい、それで何でしたっけ、はい、それで、うん、なんか人になんかもらうってすごい嬉しいなと思ったんですよ。ああ、そうね。あんまりなんかないじゃないですか。ない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 。あるでしょ。ないです。ないです。ないですか。昔はあったでしょ。昔はありましたね。今ないです。二人とも過去の人ですね。そうですね。そう。昔は嬉しかった。昔も。でもなんかそのちょっと嬉しさが違って、なんかあのすごい高級なご飯をご馳走されたりするのと違う、はいはい、うんうん、なんか。このカードに入ってんのかな入ってないのかなっていう、ちょっと恐る恐る聞いたら買えるっていうその嬉しさ。じゃあ入ってなかったらそれ悲しくなるわけだ。ちょっとまあが、うん、ちょっとがあ、まあ、でも足そうかみたいになるけど、うん、だけどそのなんかそういう嬉しさじゃない、うん、なんかもっと嬉しいかもしれなかった、そうで、すぐ博士にもらったすぐ日に聞きに行ったんですよ、はい。そしたらあるから、じゃあ今度買おうと思って、うん、その時すぐメールしようと思ったんですよ、はい、入ってたよって、はい、でも、あ、近況で言うからやめたんです。あ、そういうことね。おお、ありがたいなあの、ミコリーさんがいつも持ってきてくれるんですよね、はい、なんかいろんなものを、お菓子とか、お菓子とか、プレゼントとか。あ、博士だけにも、僕にもプレゼント、僕だけにもプレゼントを持ってきてくれて、ミコリーさんは、だからあの人が愛を感じるのって5つの種類があるって話を知ってますか。あ、知ってます。そういう本がありますよね、はい、読みました。読みましたし、そう、はい、で、ミコリさんは、はい、博士はプレゼントだなって分かったって言ってたのは知ってます、はい、知ってます。そうそう、だからかそのすごいプレゼントくれるんですよ。うん、ありがたい。それは海外のものなんですか。海外のものが多いですね。うん、うんうん、なんか何で喜ぶか分かってるんですよね。あとなんかその飲み会にをすると、例えば女性2人男性2人とか、女性2人男性1人とかで飲み会すると必ず何か持ってくる人いません。え、何とかを。なんかちょっとしたもの、なんかちょっとしたお菓子とか、なんかハンカチとか、あんまり、なんだろう、あれすごいよね。あれ本当ありがたいんですよね。で、なんかみんなにあげるんですか。そう、みんなにあげる。でもまあ3人とかですよ、2人とか。あれすごいよね。そういう人が何人かいるんですよ、ね、うん、でなんか手書きでなんかお土産とか書いてる。あ、なんだろう、ね、あれなんですか、あれは。心とかですよね。そういう経験ない。あります。ああ、そういう毎回自分はしてた。何かの時しかしないです。例えばどっか行ってもみじまんじゅう買ってきたよとか。ああ、それはそうね、うん、その飲み会のたんびに何か買ってくるっていう。そんな毎回したことない。でも私分かった、うん、嬉しかったのって依頼だったからだ。博士が、ああ、そうか、なんかそう、確かに僕もちょっと後悔したもんねあれ、まあ、でも絶対使わないものって使わないんですよね今そこに刺さってるセブンイレブンのあれも多分使わないんですよ、ね、あ、7個、うんうん、あれでも入ってなさそうな。なんでわかります。なんか見た目的に、確かに、うん、100円ぐらいかな、うん、はい、はい、じゃあ、そう、僕の近況は YouTuber 割引っていうのは、アンアンテとかあるんですよ。アンアンテ、アンガンテ、アンアンテっていう、焼肉、なんで知ってるんですか。安楽亭じゃないですよ。アンアンテですよ。あ、知らん。安楽亭も焼肉ですよね。そうそう、アンアンテっていう焼肉があって、そこの坂を下っていくとあるんですけど、うん、そこで今あの3月中だけ YouTuber 割引っていうのをやってるんですよ。で、YouTuber の人はYouTuber なんですか。そうなんですよ。これ今あの YouTuber100 人以上フォロワーがいる YouTuber は、3500円の食べ放題が1000円になるんですよ。結構安いですね。結構安いでしょ。でそれ僕焼肉大好きなんですよ、うんうんうん、だから
まあ、1回目行ったら、まあ、僕の舌では美味しかったんですよ、うんうんうん、それから5回行きました、ね、へえ。もうそしたらもう焼き肉いらないっていう。あ、それ何回でも1000円なんですか、その期間。何回でも1000円。あ、いいですね。いいでしょ。ただやっぱ焼肉も飽きますね、うん、食べ放題、しかも食べ放題なんですけど、うんうん、最初にこれ食べてください3つ来るんですよ。前菜みたいな。そうそうそう。いやでもそれも肉なんです。ハンバーガーっていうのがちょっと一番ね、それなんだみたいな。ハンバーグか、うん、まあでもそれは僕の近況で、うん、でそれでまあそしたらあのゼミ生の方々が、はい、あの今週焼肉行きませんか、うん、ゼミ生とも1回行ったんですよ。あ、1人100点以上の人がいればみんなタダなんですか。6人まで1000円。タダじゃないですね、はい、うん、で僕はもうケチだからみんなじゃあ自腹切れよと、うん、それでまた行くんですよね。あ、今度ですか。で僕はあのすごくお調子者なのであの1回目行った時に6人いたけど、うん、分かった、ハンバーグ全部僕が食べてあげるよって言って、ハンバーグ6個まず食べたんですよ。大きいんですか、ハンバーグ。なんだろう、これぐらい、なんだろうこれ、それ絶対食べなきゃいけないの。絶対食べなきゃいけない。あと何ですか、あと2つ。あとは、鶏の、軟骨。本当に嫌だって言うの。あともう一個、軟骨は僕はそんな嫌いじゃない。あと何ですか。あともう一個なんだろうな、なんだろうな、忘れちゃったな。まあまあ、ろくなもんじゃないと、うん、それを食べないと好きなものが注文できない。注文できない。で、僕はそれ、せっかく自分がね、連れてってるのに、うん、いきなり嫌じゃん、いきなりハンバーグができたら。分かった、僕が食べようっつって、うんうん、あ、いいんですかっつって6個のハンバーグがね、いきなり食べるわけですよ、僕は。で、まあそれはいいんだけど、また今週水曜日ハンバーグがやってくると思うと。それ同じメンバーですか。ほぼ同じメンバー、いや、同じメンバーだと思う。ちょっと増えるけど、だから10人ですよね。あ、じゃあ4人間に合わないですもん。間に合わない、まあそれはみんなで食べて割ろうみたいな。で、僕多分10個のハンバーグをまず食べるんでしょうね。うん、次行きましょうか。はい。はい、明日ですね。明日なんですよ。おー、楽しみですね。うん、そうね、楽しみでもあるけれども、ハンバーグ。ハンバーグかね。うん。でもみんながまたハンバーグで、ちょっと嫌な顔になりません。いや、食べ放題だって、ハンバーグが。焼肉って言ってね。ハンバーグってね。はい。無理やりみたいな。そう。恋愛に役立つチップス。はい。そうね。そうそう、それを起こそうそう、それ。このコーナーは恋愛の記事を読み解説し、皆さんの恋愛スキルを向上しようというコーナーです。あ、いいですよ。恋人に約束を守らせたいしつけの原則7か条。恋人にどうしてもどうしたの？どうしたの？私これ笑って、恋人にしつけとか言って笑って、ね、ちょっと笑っちゃったんです。そうなんですよね。恋人にどうしても守ってもらいたいことは誰にでもあるはずです。他の女の子と2人で飲みに行ってほしくないとか、部屋をもう少し片付けてほしいなとか、あるいは否認をしてほしい。デートには時間通り来てほしいなど、これらのことを自分の心が狭いと思われたくなかったり、二人の関係が壊れるのが怖いと思ったりして言いづらい女性もいるでしょう。言いづらい方ですか。うん、部屋をもう少し、それ誰の部屋ですか。彼の部屋、まあ、彼の部屋はちょっと言えないですよね。じゃあ二人の部屋は。二人だったら、うん、洗濯物を洗濯機とかに入れてほしいとか。それでも時間にもよりません、どのぐらい一緒になったとか。なんかあるじゃん、なんだろうな、同性っぽくなったりとか。ああ、言えない、なんか冗談っぽく言うけど、ちょっと言えない。ああ、でもやっぱりその自分でやっちゃう、洗濯物に入ってないっていうか、うん、もう玄関にちょっと脱ぎっぱなしみたいな。そう。ああ、言えない立場、タイプね。タイプです。また彼に守ってほしいとお願いしても、少しの間しか守ってもらえず、いつの間にかそれを破る男性も多いと思います。うん、彼にルールを守ってもらうにはどうすればいいのでしょう。それは次の7つを行うことです。ルールが守れるしつけの7か条ですね、うん、原則7か条、はい、1番からいきますよ、はい、最初が肝心であると、うん、これ犬と一緒です、ね、最初のしつけが重要ですと。犬飼ってますよね。飼ってます。最初のしつけ、もうしつけなんて大事です。いや、自分がしつけの、学校も行きましたけど。ああ、学校も行ったんだ。大事ですよね、はい、サッカーの試合でも審判が早めにイエローカードやレッドカードをきちんと出すことで試合を上手にコントロールできると、うん、これは恋愛においても同じですと。あなたは付き合い始めに彼にしてほしいことを勇気を出してちゃんと伝えなければいけません。そうしなければ彼は今自分がしていることは許されることだと思ってしまい、それがルールになってしまうんです。これは本当にそうで、なんかなんだろうな、部屋掃除にしろ、貧民にしろ、なんかしなくていいのかなと思っちゃうんですよね。だから最初にやらなくちゃいけないんですよ、うんうん、なん
か一番安いのはそういう状態を見てない時に言うのが言いやすいですよね。綺麗な時に部屋が片付いてる時に部屋片付けてほしいって言うってこと、部屋片付いてるのが好きだとか、なんて言うんですか、あの否認の場合はそういう風になってる最中じゃなくて、ああ確かに、でもそれむしろ言いにくくない？でもなんかでももうこれからどうせしようみたいな中だったら最初に言うんですか、あでも何でもない時にテレビ見ながら私さ否認だけはしてほしいんだよねって、そう否認ってちょっと大事じゃないですか。否認はめちゃくちゃ大事。なんか人の話を出したりします。あのはい、あの否認しないで俺大丈夫だからって言いますよ絶対。大丈夫なんてないんだよって、それは自分なんでその恋人同士なのかな今深刻な話みたいなあって言われちゃってそうそう、たらでも今テレビ見てるんだけどどうするのって。いやいやそれ後でいいじゃん、今お笑いの番組やってるし。じゃあ終わったらそうだねって話そう。そっから、ね、話さないですよね、ポッて言うぐらいですよね。そうそう、あ話し合いはできないですよ、ね、ふとす言うってこと。そうなんか何々ちゃん否認してなくて大変になっちゃったから、うん、やっぱ否認って大事だよねとか言うぐらい。そうなんだ。そうでも終わり、その時はね。で実際そういうことになったらまた言うでしょ、うん、否認しないんですか、しようとしなかった、うん、結局言ってるじゃん、うん、結局2回言ってる、うん、そう言うじゃないです、 言うしかない。じゃあ1回でいいじゃん。もしでも思っても壊れるのか、1回目でちゃんと聞いている人だったら、いやその時に私否認しないと無理だからって言った方がいいんじゃない。うん、それ1回目する前ですか。そう1回もする前。そうそうだ、ね、だから最初が肝心だから。そうだね、1回もする前に否認とか言えないか、言わなきゃダメなんだ。それがやっぱそこが勇気なんですよね、うん、あ何にしろ、まあ、難しいんだけど僕自身も実は言えない方で、でも最初に言うのが大事なんですよ。それはその否認じゃなくても何でも、うん、何でもルールは最初に言わなくちゃいけないです。でも後から分かってくることは、例えば部屋が汚いとかは、それから最初に見たら、そう一番最初に、うん、一番最初って同じ意味がある。どういうふうに言えますか、妻に。妻にだってうちの妻の方が厳しいから、そっかそっか、僕が話せばしてほしいこと、ま、しまい込んじゃうんですか。しまい込んじゃうんだよね。だからこそ言わなくちゃいけないってことに気づいたんだよね。ああそうなんだ、うん、難しいですよね、ずっと言わなくていきなり言いたいけど、うん、でもで、あのそうで僕も何人かの恋人たちと付き合ってきて、はい、言われない時は、はい、なんかそういうのでいいと思っちゃうんですよね。彼女は気にしてないと思っちゃうんですよ。まさか我慢してると思わないです。だから最初に言ってくれれば、ああそうなんだ分かったっていうこともあるんですよ。うん、でもそういうふうな、いいじゃんルールで進んだ後で実はとか言われてもすごくストレスなんですよね。後で言われても、ここに書いてあるけど、一度彼の中で定着したルールを後になって変えようとすると、彼が理不尽に感じるためルールを守ってもらうのに苦労します。だから最初に言わなくちゃいけないから。次いきますか。いきます。彼が合意するルールを作る、うん、例えば週に一度デートするというあなたの希望に彼が多すぎると言うなら、じゃあ2週に一度でどうと提案しましょう。彼の言い分をきちんと聞いて、彼の価値観から大きく外れず彼にとって無理のない範囲にルールを決めるべきです。彼が合意したがらないルールは破られると思った方が良いでしょう。そうですね、うん、合意しない人も多いですよね、うん、だから合意しないってことは価値観が違うってことなんですよね、うん、それをあと受け入れられるかどうかって話ですね、はい、次、ルールは3番目、ルールはなるべく少なく、そうなんです、多い人がいるんですよね、うん、洋服を脱ぎっぱなしにしないでほしい、言葉遣いを丁寧にしてほしいなど、彼に直してほしい人がたくさんある女性も多いでしょう。でこういうその彼に直してほしいことが 多ければ多いほど男性との付き合いはうまくいかないと思う、うん、ただあれもこれもルールにすると居心地の悪い女性になり、男性はその女性と一緒にいたいと思わなくなります。多くの男性は恋人に今のままの自分を受け入れてほしいと考えています。ルールはできれば一つだけ、多くても3つまでにして、その他は目をつぶることを進めます。あの質問なんですが、はい、浮気とかもここに1に入るんですか。あります。そうなの、はい、だったらもうそれで終わりですね。でもその1個なんて守らない人もたくさんいますよね。だから浮気をされたら私は、まあ、あと言いますけど、別れますよとかね、別れるよって言うんですよ、うんうんうん、まあ、だから浮気も1個です、うん、はい、
だから多くても3つですね、うんうんうん、であと試すその浮気はまあ一番その難しい。なんでかというと恋人として付き合うってこと自体が浮気をしないっていうルールを含んでますから、うんうんうん、それ一番、難しいルールなんですけど、うんうん、あのやらなきゃいけない 言わなきゃいけないことなんだけど、それ以外にもいっぱい あったりしますね、うん、例えばタバコは吸わないでほしいとか、 あとは何だろうな、浪費はやめてほしいとか、 あとは何だろう、いっぱいありますよね、うん、でもそれって試されてる、自分がそう、うん、あなたが彼に合わせられないだけじゃないですか、価値観は多様なんじゃないですか。そう、でもそう考えちゃうと本当になんか合わせられないことってあんまないですよね。お、大人、昔はそうですか。大人になったんですよ、ね、昔は違った。そう、あ、そうそう、だからそう合わせられないことはないです結構ね。そう、まあ、浮気以外は、うん、もう浮気も私浮気も嫌いもう女神ですよ女神。そうそう、そうすると、まあ、男性にとっては居心地いいですよね。そうするとずっと一緒にいたいと思いますよね。ただここのタイトルはルールを守ってもらうってことなんで、はい、まあ、1つだけのルールとか2つ3つのルールは守ってもらうってことですね、うん、で、4番目、ルールは公平にし一貫性を持たせる。だから彼に2人きりで他の女性と会ってはいけないとルールを決めるなら、あなたも男友達と2人きりでは会ってはいけない、はい、またルールには一貫性が必要です。例えばある時は服が脱ぎっぱなしの彼を許し、ある時はそれを怒ると 彼がそれを守るべきかどうか分からなくなり、そのルールが無効になってしまいます、うん、これはあの実際に子育てでもそうですね、うん、あのなんかこう部屋を片付けなさいとか言っておきながら、うん、今日は忙しいからいいわとか言ってると分かんなくなっちゃうんですよね、うん、だからなんだろう、常に親は、理不尽に怒ったり感情的に怒らなかったりするとか、なんか、うん、そうすると親の場合は子供の場合、子供はこの世界は理不尽だみたいな価値観になっちゃったりするんですね、うん、子供が、はい、うん、だから感情的な親の子は、うん、そういうのが不安定になりやすいと思う、うん、あとなんだろうな、この世界は理不尽だと、この世界は思い通りにならないっていう世界に生きてる人って人生が成功しにくい、うんうん、なので、一貫性を持たせた方がいいと思う、うん、まあ、それはあの親子の関係だけど、まあまあこれはなんていうかな、だからその、まあ、また親子の関係に戻るけど、父親がなんか例えば、普通の世間の外れたことをしてても一貫性があると分かりやすいんですよ。だから思春期にもう一回反抗期が起こるんだけど、これは本当にこの価値観が正しいかっていうのを確かめるために、うん、でもそれが一貫してないとね本当にね良くない、はい、それを置いといてまた、そうそう、だからその部屋をきれいにしてほしいっていうルールを決めたならば、どんな場合でもそれを守ってもらうっていうことですね、うん、はい、そうすれば彼女はそれが重要なんだって分かってくるってことですね、うん、はい、5番目、ルールを守ったら褒める、うん、部屋を片付けたり早く帰ってくるなどルールを守れたらその場で褒めましょう、心から感謝しましょう。これでなんかあの嫌味っぽく褒める人がいるんですよね、うん、お久しぶりに早く帰ってくれちゃうの偉いねみたいな、それはダメですよね。それやっちゃう人がいて、普通に素直に心から感謝すると、うん、素直にやってもなんかひねくれ者もいますよね、うん、いる、それ、うん、それは、うん、一貫した態度をずっと貫いてるとだんだん信じられてくる、うん、多分彼がこれまで見てきた女性たちとか、うん、なんかいろんなことが信じさせないんでしょうね、うん、でも例えば愛さんだとするとずっと接してるうちに、あ、この人は本当に褒めてるんだって分かれば、うん、だんだん分かってくるんですよ。なぜかというと、うん、そういう意地悪を言わない人だからみたいなね、そう、そういうことですね。それがブランディングですね、前言った、うん、次、ルールを破ったら罰を与える、浮気をしたら別れる、これは別れるが罰ですね。部屋掃除をしないのなら落ちてるものを全て勝手に捨ててしまうなど罰を与えましょう。これはでもちょっと良くなくないですか、勝手に捨てたら人最初に言ってくるんですよ、罰勝手に捨てるよって、うん、言ってくる。罰のないルールは何とか破ってるうちに徐々にルールになくなっていきます。そうなんですね、法律でもそうですね、罰がないとルールじゃないんですよね。何を罰するかは、浮気なんて絶対に許せないものは最初に言っておき、部屋掃除などの小さなルールは何とか破った時に言うと良いでしょう。もう捨てるよ、うん、でそれも何回か言って、である時本当に捨てる、それがルールです。それで嫌われることもありえませんか。そもそも誰かを変えようとしたらもう嫌われる覚悟がいる、うん、でもこれはなるべくその嫌われないようにしているんです。なんか公平性とか、人ってなんか公平性と
公正性をすごい重視するんですよね。例えば働いてても職場がある、あるじゃないですか。でも、ある女優だけエコひいきしてたりとかするとすごい腹が立ったりするんですよ。なんでっていう。でもそれで彼女は、なんだっけ、なんとかの才能があるからっていうのが自分の中で分かれば腹が立たない。それはなんか誰かさんの娘だからとかなんかなるとまた腹が立ったりする。で、公平か公正かってすごい重要で、それが保たれてると彼も守りやすい。はい。はい、罰を与えたらあとは水に流す。これ前浮気の時にやったと思うんですけど、罰を与えたら水に流すのが重要。罰を与えたともいつまでも不機嫌でいたり、後でも支配したりすると彼の居心地は悪くなります。あなたが水に流すことで彼もルールさえ守っていれば彼女は居心地がいいと感じることができて、2人の関係をうまくいきやすいでしょう。このルールさえ守っていれば彼女は居心地がいいっていう風に持っていくのが大事なんですよ。うん、うん、これら7つを行っても彼がルールを守らないならそれは彼の差がで彼にもコントロールできないか彼の価値観と相入れないものです。まあ、そういうものがあるんですよ。あなたはその時彼をそういう人として受け入れるか別れるかをしましょうということですね。はい、はい、ここに書いてますね。最後に一つ言っておくと、ルールを決めて彼にそれを従って守ってもらうことは彼を冷めさせてしまうリスクや別れのリスクを高めます。人を変えるってそういうことですからね。うん、それは会社や従業員にサービス残業してほしい、仕事中は携帯電話をロッカーの中にしまうなどのルールを押し付けることで従業員が会社を嫌いになり辞めるリスクが高まっていくのと同じです。うん、まあ、モチベーションが下がったりとかね。うん、その覚悟をした上で上記7つを上の7つを実行し、彼にどうしても守ってもらうことを守ってもらいましょうってことですね。次いきますか。はい、はい、寒いですか。なんか寒くないです。例がいいのかな。スースーすみませんか。見やすいこの辺が。ちなみに次何ですか。ニュースですよね。今週のニュースを恋愛できる、このコーナーは今週のニュースを恋愛という視点できるというコーナーです。財務省森友問題で佐川氏関与を強調。安倍首相妻一切関わらず、参議院予算委、これは時事通信昨日のね、はい、これも今日も動いてますね。今承認官もやってる最中だと思うんですけど、そうですね。参議院予算委員会は26日午前、安倍晋三首相と関係閣僚が出席し集中審議を行った学校法人森友学園の国有地取引に関する財務省決裁文書改ざんをめぐり、財務省の太田なんちゃら 財局長は本省理財局の指示で行われた、理財局の一部の職員と判断していると説明し、当時財務局長だった佐川なんちゃら、前国税庁長官について一部の職員の中に入っていると認識していると述べた。これ何言ってるかどうかわかんない。自民党のなんちゃらの答弁だ、改ざんですね。政府の改ざんをなんちゃら多いですね。そう、漢字がちょっと難しい名前が特にね、うんうんうん、武見敬三氏への答弁、うん、政府が改ざんを書き換えと説明している点について首相は改ざんという指摘を受けてもやむを得ないと認めた感じですね。あとその、益子氏、これなんだろう、益子氏、民進党の益子照彦氏への答弁。益子氏は、ごめんなさい、妻昭恵氏の国有地取引への関与の有無については、売却や学校の認可も私も妻も一切関わってない、改ざんで削除された文書からもうそれは明らかだ、これよく言ってますね、安倍首相は、と重ねて否定した。で、益子照彦氏への答弁ね、民進党の、昭恵氏が学園と関わっていなければこのような事態は起きていないと述べ、昭恵氏の承認官も要求。まあ、この一連のことについてどう思います。多少知ってますか。知ってますが、うん、私も分かんないけど、昭恵氏が昭恵氏ね、昭恵氏もいっぱい、はい、夫人ね、うん、いっぱい夫人いっぱい、本当に承認官もでも昭恵さんがすることってない気がするけど、うん、やってほしいとは思います。うん、そうね、うん、どうして、え、怪しんでるから。そうね、うん、しなんかもう自分を守ることで精一杯じゃないですか、安倍さん。自民党ね、安倍さんね。そう、うんうん、で、妻が何かあったらもうイコール自分になるから、まあ妻に何かあったらだって首相辞めるって言っちゃってますから、うん、関与してたら辞めますみたいな。だからもう絶対